じゃあ行きましょう。公園見えてきて、まあそこそのあの奈良吉友の青森県だんだけどメモリアルドックいるっけ、なんかレンガ倉庫で、で桜もあるっていうな、葉桜だけどちょっと、ほら高校生色あって、あれ総裁だじゃん前に、まんちゃん反射してやべえや、じゃあ行くか、公園を見ていこう。はい、ラベンダーじゃない、匂い嗅いでみて、どう、草の匂いする腐ってやがる、まだ早かった、まだ早、そっちの匂いの、なんだっけあれ、ほらナウシカであるじゃん、巨神兵でまだ早いみたいな、あーそれが、うん、ほらメモリアルドックのことを解除、方向性出た、移動しました、うん、移動しました、で今コーナークリア、ここほらフライングウィッチで出てきたっけ、ここあ、ここだっけ、うん、ここも出てきたっけ、大兄さん行くんだ、ちょうど電車来たな、黄昏橋ってる、黄昏で見る、黄昏って期待できるのが夕日見やまいで、とりあえずでも時間が早いあそこがあれ中央弘前駅だから、こっから出発して大鰐さん行くっていうね、もしくは大鰐から来てここで終わり、ここ終点、うん、終点かつ支点か、支点かつ終点かもしれない、一緒一緒じゃねえか、あ、今一緒ではねえか、なるカモイだ、カモンってカモン、おいじゃや、朝までじゃんの、うん、流れに逆らって、お、上がった、あ、来た、いや、警戒しちゃうんだべ、階段ベリー口、お、こっちには東屋もあるよ、ここで宴会できんじゃない、てんやわんやってできなくはない、階段降りるっつってもなんか応募なので戻るか、よし、戻ってきたよ。じゃあ、こっから右に行こう。トリカンあるよ。聞いたことある。ノリジが、食べすぎて伸びすぎて、ゲロしすぎたところ。戻ってきたので。ここを右に行こう、おお、渋い道路が、なるあったあった、見えてきた、間あれに来てかったんだよ、お、ここはマーカーレンガ倉庫あるやん、かっこ壁バージョン倉庫じゃねえけどそれ分かんねえ、こんな屋根ついたところの倉庫かもしんねえな、ここにもちっちゃい神社ある。ノゴサトリエラ、トリエラ藩で、ノゴから行くか。ああ、稲荷神社なんだ。締め縄がすごいよ。なんか狐っぽいの見えたもんね、さっき。うん、いた。奥に長い。じゃあ、行きますか。なんか石碑あるよ、明治33年4月10日お、稲荷神社の石碑だった、
て、ここにはお、カモちゃんもいた。すげえ、水飲みに来ちゃう。カモちゃん、さっきの庭じゃん。さっきの庭か。逃げた。じゃあ、正規の正面から入ろうか。午前水って書いてある。午前水、うん、今午後だけど、午前水で判断。神好き座って書いてある。富田のシスコ、ここで神水出たらしいよ。こうやって、神って神好き、神作る。用途座分かれるんだが、これお、ホワイテラなんかホワンホワン言ってるよ。マリモ見てるのいっぱいある。テレビ見る。よいしょ。お、なかなかシャッケ。この水は飲めませんのでご注意を。第一の水、第二の枠、内より飲料水を汲み取るべし。なんで用途によって違うっていうのはそういうことでしょう。うん、飲む水、洗う水、なんとかの水でしょ。入る水。こう溢れちゃうもんな。氾濫をして。やめようね。あの部屋、顔からこうずっと飛んできたよね、かも。だんだん借金水を求めたって、ここが来たから、うん。じゃあ、行くか。これを見に行こう。また何かが見えてくるっていうね。富田のしつこ、神すき町、四大藩主信政聖火のなんとかかんとか。じゃあちょっと見てみるわ。手すりあだらしいよ。なお、やべ、頭攻めで、頭低い。おお、雰囲気がやべえ。の、うん。ここ、石橋あるよ。石橋を叩いて渡して。ここさ、石碑あるけど。読めない。記念碑は分かるやな。上田さん文字で記念碑って書いてある。なんとか読めそうな雰囲気もあるけど、多分これ上田怪獣パターンなの。お、あった記念碑。でもこれはちょっと難しいやな。これも難しい。給水口からの水以外は飲むなってる。一旦汲んだ水は1番目2番目の水素さん戻そうなってる。営業用もダメ。持ち帰れば早めにしようか、煮沸。みんなのしつこだから、大切に。じゃあ、飲んでみるか。これね。ちょっと行きます。うん。何も特徴もないんですけど。どうですか？うん。水。それは全然ねえよ。うん、すいません。よし、じゃあ、行きますか。ゴール見えてきたよ。この橋を渡って。何橋？読めねえぐ。反対側は漢字だべ、多分。水口の方が分かった。でも川の名前なんだな、橋は。なんとかの橋。読めない。じゃあ行こうか。道屋町。どうや、この町。仁王坂、なんとか記念碑ってる。一段だ。行こう。
あそこさ、戸田内は持ち点って会場じゃん。うん、あるあそこでよ、いいもの食えろって。やってる？え、これやってみくね。お、やべ、本日缶売りした。あ、完売。完売、完売してる。やられた。やっぱ朝一じゃん、今ね。マジか。うん、人気だって、ここ美味しい団子あるわって。お団子、うん、うん、一回や休業さんなんだか。で、ちょっと前に復活したって。で、大行列なんてなんだけどさ。ああ、人気なんだ、やっぱ。うん。コケ屋マッチが出るよ。コケ屋。今日の調子は？コケ屋。なになに？今日の調子は？コケ屋。あ？じゃあ、ここを左に曲がるよ。ここは南ため池って書いてある。津軽市白跡なんとかかんとか。こっちからこう見れば工場のタワー。そう、タワーなの。いや、塔ってタワーだぞ。いや、だけど。あ、じゃあツリー、スカイツリーとかの。確かに。ここから見りゃ30しか見えないけど。お、ここは頑張るよ。南ため池津軽市城跡なんとかかんとかって書いてある。で、こっからこう見ればタワー見える。デジャブ、かなりデジャブだな。お、なんか看板あるよ。南ため池津軽市城跡なんとかかんとか。お、工場のタワー見えねえ。見えねえな、今回見えなかった。今回デジャブできなかった。来ました。おー、桜とちょうどいいよ。